皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、いろいろね、ちょっと、まあ、やることがあったり、問題もいろいろあったんだけど、まあ、無事、楽しく過ごせてよかったかなと思います。よいしょと。今日もね、これからちょっとまた予定があるんで、早めに切り上げようかなと思います。で、昨日言ってたポケモンの動画の件だけど、ちょっとネタバレ要素が多いから、発売からしばらく経ってからちょっと載せようかなと思います。とりあえず、岡くんはね、まあ、うん。ある程度まで進めて、まあ、エンディング見て、まあ、伝説のポケモンをたくさん捕まえてっていうところまで行きましたね。うん。ちょっとね、うん、なんだろう、あまり言うとネタバレになっちゃうけど、今回は伝説のポケモンをいっぱい捕まえることが、ね、ミッションというか、メインクエストみたいな感じだから、サブクエストというよりもね、なんか、でも今日、ダークライを捕まえたんだよね。あの、ストーリーとは関係なく。ちょっと欲しいなと思ってさ、ダークライを手に入れときました。うん。まあ、ダークライを手に入れましたっていうのもネタバレなのかな。うん、まあいいや。まあね、あんま話長くなると、めんどくさくなるんで、簡単に切り上げます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。